はいえー、今日は9月3日の20時30分になりましたけども、えーまあ、このねエントリー106円の150ロスカットは106円の100で置いて利格地点は106円の400で、えー、利格するよといったね、えー、このエントリーでしたけども倍で入ったあれですね、えー、おかげさまで25ピップ数利格できて、えー、今、エントリー、ね、えー、玉がない状態ですね。えー、やっぱり こうなりましたね。倍で上がってきて倍で上がるみたいな。うーん。ここですよね。やっぱここを超えたところ。このひげ先ですよね。一つは。はあ、まあ、こうガクンガクンと行くところが、まあ、ちょうど見えて、今に至る感じですか。うーん。まあまあ、うまくいったんじゃないですかね。 ずっと申し上げてきた通りだったと思います。今回も、相場解説の通りに粘り強く見ていると、理覚できましたね。あの、やっぱり、これですね。うーん、なんかずっと、結構ね、ずっと、取れてますんでね。うーん、やっぱ8月の終わりの頃は最終週はちょっともたつきましたけども、やっぱりね、相場解説毎日やると、 勝てますよ。うん。だから、私おすすめするんですけども、ぜひ FX されてる方ね、アウトプットをしましょう。相場解説で、あの、叩かれてもいいじゃないですか。叩かれないですよ。うん。うん、叩きたい人なんてあんまりいないですからね、FX 見て、そんな暇のある人いないんで、何かヒントになるんじゃないかなと思って見に来て、ヒントにならないなと思ったら、そのまま去っていくだけですから。はい。ですんでね、えー、私は FX をやってる方、 上達のコツは、相場解説をちゃんと記録することだと思いますえ。ぜひね、動画で撮影して、え、YouTube にアップロードをどんどんしていきましょう。全然恥ずかしくないですよ。で、これで一つずつ、うん、実力つくわけですから。ね、やっぱりこう、記録がないと、なんとなくね、うん、自分に都合のいいような解釈をしちゃったりとか、うん、あっさり反省して終わりにしちゃったりとか、進歩がないんじゃないかなと思いますね。 圧倒的じゃないですか、私の今回のね、仮説も。その通りになったと思いません。うん、この力をね、ぜひ皆さんにもつけてほしいと思います。では、本日は以上です。また明日から頑張っていきましょう。